ご視聴ありがとうございます。見るだけでマッサージが上手くなる動画、ゴッド&トレーニングチャンネルです。セラピストのためのマッサージの実技講座、前回に引き続き応圧法の解説です。この動画では応圧法の技術や効果を上げるためのコツを紹介しています。解説の中に出てくる用語や技術は基礎講座や応圧法パート1で説明しているものなので、わからなかった方はぜひ動画リストからセラピストのためのマッサージの基礎講座なども合わせてご覧ください。ではまず応圧法の実技をお見せする前に、簡単な図を用いてコツを説明しておきましょう。応圧法の母子を安定させるコツとして、皮膚の遊びを取ること、骨格の構造を利用することと以前の動画で解説しました。皮膚の遊びとは、皮膚が皮下組織との結合の中で動く範囲のことです。引っ張って痛くない、違和感の出ない範囲と考えてください。この動く皮膚が母子を安定しにくくし、圧をかけた際に指が震えたり軸がずれて指が痛くなる原因となります。皮膚は皮下に骨組織が近いほど遊びが少なくなる傾向があります。これは基本構造として、皮膚組織と関節の周辺組織や骨付近の繊維がつながりを持っているためです。背骨の棘突起の部分や肋骨核というこの部分、そして骨盤の腸骨梁のあたり、このあたりの皮膚を動かしてみるとわかると思います。この赤の矢印にあるように、その部分に向かって動かすよりも離れていく方向に動かす方が、皮膚の遊び、つまり動きが減り、安定して圧をかけやすいということがわかります。皮膚が動いても骨格により構成される壁に向かって筋肉を挟む方向に圧をかける場合も、安定して圧をかけやすくなります。肋骨核に向かって反対側に圧をかけるような、こういった方向に圧をかけるものがそれにあたります。この動画を作る前にいくつかの再生数の多いマッサージの紹介動画を見ていたのですが、指圧師の方が紹介している立ち位置や圧をかける方向などは、皮膚の動きの少ない場所や骨格により壁があって安定して応圧しやすい方向と場所を教えているものが多かったように思います。これらの場所は神経や筋防水繊維周辺の高血のできやすい場所、筋の起死停止部の腱があり、マッサージの刺激の受容体がある場所、刺激感の得られやすい場所と言えますので、刺激を入れる場所や効かせる場所などのポイントとして解剖学的にも正しいと言えます。こういった構造を研究し、安定した圧をかけることはマッサージ自体の精度や効果を高めることにつながります。体表の傾きを考慮して皮膚の遊びを取ることもその一つです。例えば胸椎から腰椎にかけての傾きに対して、足の方向に皮膚の遊びを取る、引っ張って張力を保ったまま垂直に圧をかける動きなどがそれにあたります。そういった構造上の知識は簡単に知ることもできますが、マッサージの技術を高めるためには、誰かがここを押すといいよという場所を覚えて刺激するのではなく、緊張した筋肉や高血した組織から触診により情報を得て、その筋組織を緩める、回復しやすい状態に導く、この目的を明確にした上で自身の感覚で探して見つけるポイントであってほしいと思います。応圧法パート1で紹介した触診の訓練で高血した組織を捉える、その上で構造上の知識を利用し、どの位置どの方向からでも的確に緊張した筋の芯になっている部分を刺激できるようになってください。そのためのもう一つのコツも紹介しましょう。それは押し出というものです。針治療で針を刺す時や注射を打つ際に皮膚の動きを抑えることを押し出というのですが、マッサージの時に母子を重ねるのではなく、片方の手を安定した圧をかける補助として使います。この母子は左右で常に入れ替わりながら連続した圧をかけ続けるために有効に働きます。より深部の筋を刺激する際に重要な役割をしますので、ぜひマスターしてほしい技術です。それでは実際にお見せしながら解説していきましょう。まずは両側を同時に押さえることで皮膚の遊びをなくし、繊維、つまり浅い場所にある筋肉を緩めながら
背中全体の緊張の分布を把握していきます。体表面の傾斜に応じて皮膚の遊びを取るために下に引っ張るように皮膚を張って筋に対してまっすぐに圧をかけます。徐々に足の方に向かいながら気になった場所は少し指の位置をずらして凍結した部分を把握しながら骨盤近くまで押圧していきます。この辺りで指の外側に硬い部分を感じた場合は少し外側にずらして本刺激に時間をかけていくことで浅い層の筋や筋膜は緩みます。その下の高血が触知しやすくなるので丁寧にやっていきます。強く押さえるのではなく軽い抵抗感があり呼吸の邪魔にならない程度の圧で十分です。吐く息に応じて緊張が緩むことが多いので呼吸を3回4回と音圧しながら緩みが感じられたら指をずらしていきます。基本は触れたまま骨盤まで流れるように音圧していきます。浅い層の筋、僧帽筋やここにある大小の菱形筋で広背筋か広挙筋といった両側同時に触診しやすい部分を順次緩めながら最初に全体の緊張の度合いを確かめるように音圧していきます。片方ずつ丁寧にマッサージする場合も指の方向や立ち位置に関係なく筋に対して垂直に近い圧をかけて呼吸による胸郭の上下に少し動きを合わせるように持続的な圧をかけていきます。凍結した部分には筋繊維を横断する方向に微細な振幅を与えていきます。この時振幅の速さは 2Hz まで、つまり1秒間に2往復までであれば持続的な伸長刺激として反射反応を導きながら揉みほぐすという刺激を同時に与えることができます。このような振幅の動きです。この背中の範囲でよく注意して触診する部分としては外側に位置して肋骨の付着部付近で高血になりやすい胸腸肋筋、腰腸肋筋なのです。今触れている左の肋骨角付近にそういった筋肉があり高血しやすい部分になっています。腰の下の方では多裂筋などの脊柱付近の深部の筋肉の上に腰腸肋筋、広背筋などが集まり腰背腱膜としてこの仙骨や腸骨梁の方につながっていきます。硬く複数層の筋繊維がある部分です。この辺りを圧するときは少し時間をかけて表層から順番に緩みを待つ必要というのがあります。場合によっては1分以上同じ場所を圧することもあります。表層の筋を緩めながらその下にある筋肉の凍結した部分を把握したら反対側の手を押し出として使いながら部分的に深い場所へと圧を進めていきます。縦横どちらかで指が安定する場所に押し出を当てながら先ほどの凍結部分の説明のように伸長刺激をしながら揉みほぐすという刺激を加えて緩むというゴムチューブで訓練したような感触を得られればそのまま押し出をうまく交換しながら周辺筋に圧をかけたまま移動してきます。
この状態で押し出は左手から右手に移り、右手の筋で腰背腱膜を少し緩んだ状態で押さえた上で、左手で左の多裂筋を刺激するといった手順になります。少し深い筋になりますと、腰椎の棘突起と横突起の間に位置する筋になりますので、しっかりと筋を捉えるために正中方向、つまり棘突起に押し付けるような角度で圧をかける必要があります。このあたりの深部筋に対する圧のかけ方のコツは次回の動画でも詳しく解説していく予定です。いかがでしたでしょうか。私の応圧法の実演を見てマッサージのイメージの違いを感じた方も多いかと思います。持続的応圧刺激はこの動かない時間、待つ時間が重要です。筋肉が緩む反応を待ちきれず圧を緩めてしまうと、正しく筋を緩める反射が起きませんので、一度しっかり持続的に圧をかけるということを練習してみてください。ゆっくりと圧をかけるので、正しく母趾に体重を乗せやすく、動かないことで指への負担も思ったより少ないことがわかると思います。そしてこのマッサージは短時間で効率的に筋の緊張を緩める方法ですので、それぞれのマッサージの流れの中で緊張した筋肉、高血を捉えた場合に部分的に応用していただければいいと思います。刺激量は強さ×長さということを過去にも説明しました。痛みのある場所や強いマッサージに慣れていない方へは、軽い圧を長くかけることで刺激量を増やして十分な筋の弛緩を導く反射反応を引き出せます。ですから長い時間施術される方の場合は、この応圧法を多用しすぎることに注意が必要です。通常のマッサージの血管や組織に対する刺激とは違い、持続的な応圧刺激はその受容体への刺激、脊髄を介する反射を使う刺激になるため、めまいや吐き気などが起こるような強い刺激になる場合があります。ですから必要以上に持続的応圧刺激を使いすぎるとドーゼオーバーになるということを頭に入れておいてください。その他の刺激と総合的に適切な刺激量になるように加減して使用してください。動画を見ただけで一見して効果が信じられないという方も、持続的な応圧を正しく行うと部分的だけでなく背中全体の緊張が緩み、感触が変わってしまうことを感じられると思います。これまでの動画を見てどのような刺激が必要かを理解した上で練習してみてください。今回の応圧法の紹介は以上です。次回も応圧法の解説です。押し圧を用いてさらに深い場所の筋肉まで刺激を伝えるための流れ、うまく捉えるコツを紹介していきますので、よろしくお願いいたします。この動画が参考になったという方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いいねボタンも押していただけると励みになります。コメントから質問やご意見をいただけると、今後の動画作りの参考にもさせていただきます。お待ちしております。これからも分かりやすい動画を作っていきますので、再生リストからセラピストのためのマッサージの基礎講座の方も参考にしていただけたら、今後の動画も理解しやすいかと思います。それではこれからも見るだけでマッサージが上手くなる動画、ゴッドハンドトレーニングチャンネルをよろしくお願いいたします。